最後の AA 大会になりますけども、 AA 大会向けての意気込みを語ってください。頑張ります。はい、頑張ってね。はい、はい、今日は、はい、あの最後の AA 大会ですけども、はい、あの最後の意気込みを語ってください。はい、最後 なので、はい、最後まで元気いっぱい泳ぎ切りたいと思います。はい、一生懸命コミュニティ頑張ってね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はあの最後の風太翔太の永遠大会になりますけども、ねね、最後の意気込みをちょっと聞かせてください。意気込み、はい、精一杯頑張りたいと思います。はい、最後まで上手に泳ぎ切りたいと思います。一生懸命コミュニティ頑張ってね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先生や保護者の皆様、地域の皆様のアドバイスももらいながら、これまで厳しい練習に耐えて、今日はぜひ関栄を目指して頑張っていただきたいと思います。この大会も30回目となるということで、今年で最後ということでちょっと寂しいわけでありますが、両校の遠泳大会はこれまで皆さんの力強い支えで協力で続いてきたところであります。皆様方の努力に対しまして、改めて敬意を表したいと思います。先生、私たち国頭小風太翔の児童はこの種子島市きれいな浦田湾の海で大会までの練習や運営に関わってくださったお父さんやお母さん、先生方に感謝しながら元気いっぱい最後まで泳ぎ切ることを誓います。はい、はい、ですね、とにかく頑張って返したいと思います。大きい声で頑張ってね。はい、はい、頑張ってください。はい、最後の永遠大会ですけども、意気込みなどもちょっと聞かせてください。はい、悔いのないように、はい、頑張りたいと思います。はい、頑張ってくださいね。はい、はい、今日はあの最後の永遠大会ですけども、はい、意気込みを聞かせてください。はい、はい、前の人に遅れないようにちゃんと泳ぎたいです。頑張ってくださいね。頑張ります。はい、意気込みは何ですか？今の気持ち。ああ、頑張りたいです。頑張りたいです。はい、頑張ってください。最後まで泳ぎ切りたいです。練習をずっと頑張っていきたいので、その、はい、したのでその成果を出したいです。頑張ってください。はい、はい、お願いします。でも最後まで泳ぎ切りたい。はい、頑張ってね。頑張ってね。たくさん練習してきたので最後まで泳ぎ切りたいです。はい、頑張ってね。はい、ありがとうございます。小学校、古田小学校、古田湾横断遠泳大会最終回、これからスタートします。頑張るぞー。およかった。
いね。頑張れ！楽しかったです。はい、頑張ったですね。はい。
い、ありがとうございます。感じました、感想を聞かせてください。楽しかったです。はい、最後まで泳ぎ切れて嬉しかったです。きつかったけど、はい、最後まで泳ぎ切れたので良かったです。頑張ってよかったね。はい、はい、ありがとうございます。最後まで泳ぎ切れてすっきりしたし、はい、気持ちよかったり、はい、目標が達成してよかったです。はい、よく頑張りました。はいはい、感想を聞かせてください。私は、はい、まあ、今日は白くなかったけど、去年は少し泣いちゃったっていう、今年は泣かなかったし、去年はイラに噛まれてちょっとずっと痛かったけど、今年は我慢できたりして、去年よりも良くなったので行きました。よく頑張ったね。はい、ありがとう。クソ美味しくもない魚。最後までちゃんと泳げて嬉しかったです。頑張ってよかったね。俺が小学校の時だ。最後まで泳げる。何年前？一回やったよね。頑張ってよかったね。最後の遠泳大会だったんですけど、楽しくやれたし、みんなで泳ぎ切ることができてよかったです。頑張ってよかったね。はい、はい、ありがとう。はい、感想お願いします。今年がラストだったんですけど、はいはい、先頭で、はい、みんなを引っ張って泳ぎ切れたのでよかったです。頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、感想お願いします。まあ、今日、まあ、海水を飲んでしまったりして、まあ、痛かったこともあったけど、まあ、みんな楽しく泳げたし、魚も見れたので楽しかったです。はい、一緒の人は一生に一度かもしれないんだよ。最初はもう冷たすぎて、もうやっぱ浦田はすごい一つ一つの砂も綺麗で海も綺麗なので、やっぱもうこの国が種子島に良かったなって思いました。良かった。はい、とてつもなく疲れました。はい、とてつもなく疲れて、はいはい、今僕泣きそうです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ泣きよ、じゃあ泣き。うわ、泣いた。はい、イラに刺されて痛かったけど頑張りました。はい、頑張ったね。はい、初めて泳いで楽しかったし、思い出に残りました。頑張ってください。私は今年で2回目だけど、まあ、去年も簡易に来たから良かったです。最後の言い方だったんですけども、天気もちょっと、不安で、はいはい、心配してたんですけど、はいはい、今日はもう、はい、まあ、あんまりカンカン照りでもなくちょっと曇って、まあ、水温もそんなに低くはなかったので良、かったです。いい状態でしたね。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、マリネどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。状態どうでしたか。まあ、年々泳ぐのは辛くなってきました。まあ、真ん中ぐらいでちょっと疲れたかなって感じはしたけど、まあ、ゴールを見たら元気が出て泳ぎ切りました。状態良かったですね。うん、まあ、今年で最後ですけど、まあ、みんないい思い出になったと思います。どうもありがとうございます。大変ご苦労様でした。ありがとうございました。はい、ご苦労様でした。はい、いえいえ、お疲れ様でした。ですね、はい。感想を聞かせてください。最後になったんですけど、はいはい、無事みんな開演できて、はい、とても良かったと思います。はい。状態も良かったですもんね。はい、はい、そうです。大変お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。どうも。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変大変ですね。そうです。はい、最後の大会だったんですけども、はい、感想を聞かせてください。いや、なんか子供たちが、はい、もう最後、永遠やこらってずっと言ってたんですけど、はいはい、まあ、それがなんか、はい、いいなと思いました。で、なんか遅い子が、はい、それで頑張れたんで、はいはい、そうですね。そういうなんか、はい、なんか気持ちのやり取りみたいなのを見れて、すごい
そばで見てて、すごい感動しました。大変ご苦労様でした。ありがとうございました。あなたは第30回我は海の子、国神の子、古田の子、浦田湾横断遠泳大会においてこれまでの練習の成果を十分に発揮し、最後まで完泳することができましたので、これを称します。あなたは第30回我は海の子、国神の子、古田の子、浦田湾横断遠泳大会においてこれまでの練習の成果を十分に発揮し、最後まで完泳することができましたので、これを称します。おめでとう。感謝状、藤田建設工業株式会社殿、記者は第30回我は海の子、国神の子、古田の子、浦田湾横断遠泳大会においてドローンによる監視及び記録映像の提供などを通して大会の安全な運営にご尽力くださいました。その功績を称え、ここに感謝の意を表します。感謝状、藤田建設工業株式会社殿、以下同文。みんなは人数は少ないけれども、この地域西之表に誇りを持ってほしいなと思います。みんなを応援する人たちがいっぱいいます。今日泳げたことは一生の宝になります。そして西之表にはこの浦田というすごく綺麗な海があります。30回という回でこの両校の交流の遠泳大会は終わりますが、来年度からは西之表市の大会がありますので、それに一緒に合流していきましょう。そしてそこの中でも国神古田はとにかく泳げるんだと自信を持って綺麗な隊列で泳げるようにしてほしいなと思います。